私の方が、芸術的な花火を咲かせられるに決まってますそう。そんなことないわ。うちの雪の凄さは知ってるでしょ上級魔法だって使えるんだし。ね。やってみてもいい。自信満々というわけですかそうですかいいでしょう勝負ですこら、めぐみん。悪いな、長藤。 前にお前の魔法みたいなのを見てから、なんか対抗意識燃やしてるみたいで。いや、こっちこそ悪い。長藤、ある日に言われたからって、全部頷く必要ないんだぞ。キョン、団長を差し置いて何の権限があると思ってるのよ。カズマも止めないでくださいこれは、コ魔マ族の虎権に関わる問題なのです。さあ、勝負まったく面倒なやつ 小さない勝負くらい私も爆裂魔法ってやつきちんと見てみたいもの私は問題ないほーらーいつも爆裂散歩に行っている丘に行きましょうカズマには審判をしてもらわないといけないのですからは <laughs> 倒れたお前を担いで帰るのも俺なんだからなこのすだ見よあの覚悟行々式廃場を あれに向かって、より素晴らしい魔法を打ち込んだ方が勝ちですふーん、案外単純なルールなのね。じゃあユキ、思いっきりやっちゃいなさいわかった。待ってください魔法使いとして日が浅いあなたに、この百戦錬磨の私が先行を譲ると思いますかふっふっふん。<笑><笑>私の輝かんばかりの爆裂魔法を見て勉強してください。 これは、いわば、先輩からのプレゼントというわけです。じゃあ、後でいい。何譲ってるのよ、ユキ。あんたはすごい魔法使いなのよ。ドラゴンだって、きっと倒せるんだから。こいつがそういうことを言うと、ろくなことにならない。今回もおそらく、俺の勘は当たるだろう。それくらい、私だって倒せますほら、カズマも言い返してやってくださいん

やっぱりこうなったかちくしょうあーすごいわ本当に炎を吐くのね言ってる場合ですかしかしこれは絶好の機会今こそ我が爆裂魔法の凄さを解くと見よやめろ俺たちまで巻き込まれるだろうがあもうだったらどうしろというのですかどうせ死ぬのなら撃ってから死ぬのが公魔促流です しゆきめぐみみたいにかっこいい呪文付きで魔法をばちかますのよわかった我が名は長門雪。SOS 団の一員にして鈴宮春日と行動を共にせし者お <laughs> <laughs> うわあ。あっさり倒しちまった。すごいすごいさすがユキもう格付けは決まったようなものねぬぬぬぬこんなの無効です出番に割り込まれたのですよやり直しを要求します待って。再戦はまた今度。どうしてですかまさかおじけづいて鈴宮春日が。 私の勝ちを望んでいたからそうした。彼女の欲求不満は世界の危機。ああ、なるほどな。長戸が冗談言うような女子に見えるか残念だが、この世界でドラゴンが強いってことと同じくらい常識なんだ。そう。だから今日は勝ったままでいさせて。 うわーいろんなお店があってすごいです縁日みたい本当ですね長門あの串焼きの店なんかうまそうじゃないかユニークな匂いこの辺りは屋台が多いのだせっかく案内するならみんながいる時にしたかったのだがある日のやつはまた朝からクエストに行ってるよ猫みたいに気まぐれなやつだから放っといていいそういうものか まあ、お土産くらいは買っていこうん長渡いらっしゃいお嬢ちゃんそんな見つめられると照れちゃうよよっぽどお腹減ってるんだなおすすめはあるそりゃあ全部よどれもさっき焼いたばっかでうまいぞそう全部買うおおい大丈夫なのかこれも。 現地調査の一環そんなやる気出さなくてもいいんだぞ調査なら勝手に春日がやってるしなお買い物は一通り見てからにしませんか他にもお店はいっぱいありますしああいくらでも案内するぞそうでも今はここの串焼きを買わせてこれで通貨は足りるはずおっ おお今は全部包むからよちょっと待ってくれいつの間にこの世界のお金を稼いでいたのだ俺にも分からん。毎度会い,いまた来てくれよお嬢ちゃん分かった。串焼き。ユキ、この野菜炒めはどう食べてみなさいユニークな味。 あこれも美味しそうよ食べさせて昨日は屋台で今日はギルドで食い倒れとはなおいハルヒあんまり長門に無理させるなよユキが食べられるって言ってるんだからいいじゃないそれよりあんたも何か食べたらもう食べ終わったってのユキたちも随分ここに馴染んでくれたようで私としては嬉しい限りだはあ ある日の目論見み通りだな。長戸が屋台で串焼き食べた時のことを話したら。さすがはユキ確かに現地民と仲良くなるには食べ物が持ってこいよね。決めたユキ、そろそろお昼だし、お腹空いてるでしょじゃあギルドに行くわよあそこには美味しいご飯と冒険者がいっぱいなの スカウトだってできちゃうかもしれないわ私たちもパーティー仲間はギルドで探すことが多いある日の策は理にかなっているぞ長門どうしたんだもう飯はいいのかそうメニューは全て食べただから行く <laughs> 満足したみたいだなでは屋敷に帰ろうか違う 昨日のところに案内してほしい屋台って腹ごなしに散歩かまあそれくらいだったら付き合うけどさそうじゃない串焼きを食べに行くまた来てって言われているからままだ食べるのかブラックホール並みの胃袋だな